ココイチ食べたい。すごい、これ15カレーだって。辛いけど美味しい、うん、笑ってるからいけるかもしれん。辛い本当美味しい。ココイチって何なんだろう、うん、花輪チャンネル、うん、おはようございます。あ、おはよう。また撮影よろしくお願いします。もう昼になっちゃいましたね。そう、まだちょっと花輪さん帰ってきてないのよ。あ、そうなんですね。うん、なんか知らないけど知らないけどお仕事そう、だから昼ご飯何でしようかなと思って昼ですね。なんかさ、餃子とかもあるんだけど。何を作るの？この間の餃子とか、ほら、この間買ったやつ。あ、フックいなかったか。いなかった。餃子とかもあるし、いろいろあるけど。なんかさ、はい、ココイチ食べたい。ココイチカレー。カレーいいじゃないですか、暑いですし、うん、カレー行く。暑い時はいいの、カレーは。うん、うん、いいの。うん、いいの。作らんでよか。作るよか、うん、よかと。じゃあココイチにしましょうか。いや、めっちゃ楽だよ。ね、いいよ、たまに楽しなさい、ね、いいんですか。じゃあココイチ大変だからね、うん、弁当作ったりね。そうですよね。うん、私は見てるから分かってます。あ、私のこと見てくれてるの、ちゃんと。ありがとうございます。今ちなみにココイチ15からっていう、え、マジで？クイカレーが出てるんですけど。ママいつもの、いつものいい、うん、ビーフカレー。野菜。あ、野菜カレー、うんうんうん、野菜カレーがいいわ。あ、牛カレーっていうのもある。柔らかな牛肉をたっぷりと、玉ねぎのなんとかって書いてある。へ、うん、美味しい。それにしてみる、うんうん。じゃあこれに野菜トッピングする、うんうん、そうそうそう。いや、うち何しようかな。15からいきますか。15からってできるんだ。相当辛いんじゃないですか、15。想像つかない。想像つかない。10からはね、まあいけるのよ。ちなみにこの間ケンタッキーってどうでした？辛かったですか？全然辛くない。え、辛くない。花も大丈夫って言って。あ、そうなんですか、うん。どうしようかな。フライドチキンカレーの、あった。あった。15から。これ一番、今まで10からだった。あ、ほんとだ。早いです。15からいっちゃいましょう。おー、いっちゃいましょう。ちなみにバーバー辛いのは、うん、苦手だ。バーバー苦手だね、うん。あ、じゃあダメだね。すごいですね、バーバー苦手でママは大丈夫。うん、大丈夫。いいね、いいですよ。お姉さんとかもじゃあ強いんですか？お姉ちゃんも強い。ああ、でも私よりリュウちゃんの方が強い、辛さも。あ、そうなんですね。リュウスケ君の方が強いですね、うん。花輪さんのも行こうか。花輪さんは手仕込みとんかつカレーが大好きだから、2からが限度って言ってたけども、今日はね、3からぐらいにしときましょうか。食べれるかな。花輪チャンネル。ママちょっといっぱい飲もうか、軽く。ビールでよろしいですか？ビールでいいわ。あ、それかあれもあるよ、ブドウの。ブドウは今日はいいわ。あ、うん、ビールはね、度数が低いから、うん、ウイスキーのロックもいいけど。ウイスキーにロック行く？冗談冗談。え、ロック行きますか？ウイスキーのロック、いいよ。山崎が花は美味しいって言ってたよ。これ山崎行く？花のお気に入りの。熱いとビールすすめます。OK。はい、どうぞ。久しぶり。ロック。ウイスキーのロックですか？すごいですね、バーバー。まさかウイスキーのロックって言うと思わなかったな。乾杯。乾杯。イエイ。遊び好き？どうですか？うん、ママ、お酒の失敗ってありますか？あるよ、いっぱいある。これ多分 YouTube っても言ったような気もするんだけど、あのね、なんか保護者会の飲み会があったのね、あの柔道の。一人だけ飲んでないおか、父兄さんがいたのね、うん、飲んでて、どうしたんだろうと思って、なんで飲まないの、お酒飲まないのって言ったら、車で来たんですって、うんうん、さ、やっぱガヤガヤしてるから全然聞こえなくって、子供ができたって聞こえたのよ。車で来たんですっていうのが、子供ができたんですって聞こえたって、うん、おめでとうって言って、ちょっとさ、お腹も出てたのよ。言われたの。車で、あ、車、あ、ごめんなさい。それからね、半年間口聞いてくれた。あれはちょっと酔っ払ってはいなかったけど、飲み会でちょっとやらかしちゃったっていうね。花輪チャンネル。届きました。届きました。届きました。うわ、
なんかちょっと違う。大丈夫？15で違う。それバーバのビーフカレーだもんね。ちょっと開けるわよ。わ、ビーフカレーもなんか同じ黒い、え、これほら黒いね、黒いボロボロ入ってる。うわうわ、野菜と野菜ゴロゴロ。うわ、お肉ほんとだ。すごい、これ15カレーだって。ちょっと、ちょっと今までとちょっと違うかもしれん。ドロドロしてる。いけるかな。大丈夫？わからん。15カレーはどうだよ。いただきましょうか。いただきます。うん、いただきます。もう匂いが違うね。うん、うん、あ、辛いけど美味しい、あ、いける、いけます、いけます、いけます。あ、意外とコクがあって辛いけど美味しい。あ、でもやっぱりいつもより辛いですか。うん、10辛よりもちょっと辛いかなって感じ。ちょっと辛い。食べちゃいな。いただきます。うん。美味しい。うん、ビーフカレー美味しい、うん。なんかビーフシチューみたいに黒いね。うん。こんな黒かった？あ、普通のビーフカレーは黒くないけど、これあの期間限定のやつ。うん、美味しいよ。あ、美味しい。美味しい。辛い？辛くない。ちょっとこれ入れたらちょうどよくなるんじゃない？よくなる。入れようか。あ、いきます。じゃあこの端っこら辺にちょっと入れようか、うんうん、入れて。今度もこれで混ぜ混ぜして食べてるちょっとだけね、ちょっとだけ、うん、酔っ払ってるからいけるかもしれん。どう？あ、それは辛かった混ぜても辛いマジ？やっぱ辛いんですよ、ママ。いや、こんなの食べるわ辛い。ヘルシー。うん、ダメだ。美味しい。いや、相当ですね。ココイチの味がちゃんとしますから美味しいです。うん。15から相当やばいですか。これ混ぜたらどうかな、これ。ママ酔っ払ってる。ママちょっと酔っ払ってる。ビール飲みしてるから。暑い時は辛いの食べて。そうそう。はい、辛いの食べてね、うん。酔っ払ってね。酔っ払って。うんうん。ちょっと酔っ払ってる。確かにちょっと酔っ払ってますね、うん、パパさん、うん、あ、でもちょうどよくなったよ、うん、混ぜたから美味しいやろ、うん、スパイシーでね、うん、花はチャンネル。なんか昔の人って、あ、来た、あ、あ、おかえりなさい。ございます。すごいカレーの匂いが。ココイチ、お疲れライス、お疲れライスです。そっか、今日やってたんですね。そうです。はい、ビールから飲みました。あ、いや、いいです、いいです。何飲んでるんですか。ウイスキーの。ロック。大丈夫ですか。もうだいぶ少ない。ウイスキーロック。こっちでも匂いしますよ。え、カレー臭が。マジで。そんな匂いしますカレー臭、僕の。そうね。ふわーんってするね。ほら、しの優しいバーバするって言わんの、ね、俺はカレー臭だから大丈夫。え、あ、そっかそっか同じね。確かにね。なんか色がすごいですね、これ、うん、新しいやつなの。あ、これなんか期間限定らしいよ。いや、うまそう。それ、うん、おいしい。これ、これフライドチキン、いつものフライドチキンカレー、うん、お腹すいた。鼻の部分も一応食べてる。あ、マジで、ありがとう。一口だけど、お腹すいたでしょ。はい、カレはあ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 、なんでだ、いつもと一緒だよ。どうした、やばいやばい、何これ、やばいやばいやばい、いや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 、マジで痛い、何これ、あ、痛い痛い痛い、喉が痛い、マジで。8からじゃないの、何、15から15 15なんて頼めんの。いつも教えてくれた。いや、ちょっと教えなさいよなんで食べる前に言わないんで。痛い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 、マジで痛い。お母さん食べました、これ。食べた。え、大丈夫ですか、食べても。少しすごいですね、これ。え、ちょっと待って、俺の何、何からにしたの。3から。3か、3でもいいじゃん。うまそう。でも
いい、食べよう食べよう。いやマジでやばい、うわ一気に汗が出てきた、すごいね。ちょっとフックに食べさせてみようかな。えでもフックは最近辛いの挑戦してるってなんかこの間言ってたから、福岡さんはちょっと行かなきゃダメだな、これは俺に言わなかったからな、わざこっちのね、綺麗な方ね、こっちの綺麗な方であげるからね、このスプーンもこの綺麗な方でね、辛いわ、うん、でもね、あのなんか笑いがちょっとなんかもう、ね、はい、じゃあ汗を見たい、汗を見たいんで、うん、すごいリアクションのやつもください、ね、あ、辛っあ、やばい、あ、飲んじゃってきた、あ、いいね、あ、いいね、あ、いいね、いいね、あ、いいね、痛い痛い痛い、うわ、えやばい、もう汗が溢れ出てきました、あ、痛い痛い、うわ、痛いやばい、あ、やばいっすね。それ、ママ普通に食べれるんですか。食べれるけど、いった、あ、でも美味しいかって言われたら、はい、8からが一番美味しいかな。あ、じゃあいただきましょう。これはそれ3から、はい、これ美味しい、大好き、あなたいつもあの手仕込みカツカレーが好き、うん、これ美味しいんですよね。3からでも初めてですね。めちゃくちゃ汗かいてめちゃくちゃ熱いのと痛いです今、もうこの辺がやっぱすごい、あれちょっと食べただけでこんな汗かいちゃう、やばいっす、もうやばいんだよ本当にそれを普通に食べてるのすごいから、マジで、はい、いただきます。これの食べ方を教えましょう。目はこうつけるんですよ。美味しいよね。うん、あ、ね、でもなんか15から食べたら、あ、辛っ、あ、やっぱちょっと辛いな。3から？うん、でも美味しい。でも2から食べれたから、この間、うん、最近ちょっとずつ辛いの食べれるようになったから、あ、3いけるかもしれない。3いける？でもこれもうちょっと入れたら、うん、いいいい、カツ少し欲しいな。はい、どうぞ、うん、ありがとう、ありがとう、 Thank you。なんかココイチの食べ方って人それぞれ全然違うよね、うん、これもさ、ガバーってかける人もいれば、うん、こうやってつけてこうやって食べる人もいれば、うん、ね、こっからこう入れて食べる人もいれば、それぞれだよね。ほんと美味しいココイチって何なんだろう、うん、あの、やみつきになるね、うん、うん、カフェオレこれ美味しい、美味しいね、これね、うん、ローソン、ローソンっす。じゃあバーバーのこれも食べてみる、少し。これ何ですか、これなんてやつですか。食べてみて、バーバー。いやいやいや、いいから食べて。これ、これでしょ。違う、バーバーのチョンってしたのがこれ、うん、いや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 、バーバーのこれほら、バーバーの色違うじゃん、一緒一緒一緒、なにこれ、なにこれ、怖い怖い怖い、はらはらいよ、あ、いや、はらやばいっすよね、やばい。で、これに、これ食べて、はら、うわぁ、バーバーの、はい、辛っ辛っ、なんで辛いのこれ、あ、辛い、ダメだ、くっそ辛い、あー、辛い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 、いや、辛い、痛い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 、よく食べれるんだよ、それ。でもね、リュウちゃん大丈夫って言うと思う、リュウちょっと、リュウ食べやすいよ、リュウちゃん、ちょっと降りてきて、うん、花輪チャンネル、ゆうちゃん、ちょっとすっごいこれね、限定品で超美味しいカレーなの、ちょっと一口食べてみてこれ、フライドチキンカレー、これ美味しいから一口食べてみて、どう？カレーカレー、はい、でもいけるよね、食えるでしょ、ほら、食べれるって、余裕だよね、ほら、ゆうちゃん、私よりも辛いの、辛いのついけちゃうんだよ、いけちゃうんですよ、辛いよ、普通に辛いけど、辛いけど美味しい、辛いけど、うん、あのスパイシーで美味しいよね、なんか酸辛が全然甘いわそうなっちゃうね、なってくるね、これ、これ食べた時なんかもうビーフシチューかなと思って、それなんかもうびっくりした、これ超辛そうと思って見た目、辛くないんだよ、あれなんですか、なんかちょっと甘いのよ、なんかビーフシチューみたいな味がするね、
何カレーじゃないですよね。甘い。多分辛いの食べちゃったからそう感じる。これはなんていうメニューなんですか。期間限定のザ・ニューカレーだね。ゴロゴロ入っとったね、牛がね。美味しかった。美味しかった。あーすごい汗。マジですごいわ。辛っ。うわっ。いやいやいや。辛っ。足らない。いや、ほんとにガチだから。え？首からね。いや、ほんとなんだもんだって。うおすっごい辛い。うわ、ここから来てんだ、カレー臭が。カレーだけにね。うまいね。足りないな、15から。全然汗かいてない。すごいな、あれ食べなんでだろう、全然私かいてない。辛いの食べても汗出らんもん、うち。それ異常だよ。それは一緒じゃない。すげえな、ママの食べれる、ね、食べていいよ。だけど辛いよ、もっと辛いの好きなの。でも15からだよ、知ってる？15から。10から食ったことないからね。あ、2からぐらいしか食べる。辛いの食べれるんだね、リュウ。だけど2からぐらいが好きだから。うまい。15から。うん、先生食ってる。これもっと辛いかと思ったら15から。ココイチの味はしっかりする。ココイチって分かる味。すげえ、リュウちゃんめっちゃ食ってんじゃん。カレーチって。カレーチって。さっき食ったけどね。辛さがそう。めっちゃなんかポタポタ垂らしながらカレー食べてる人初めて見た。すごいわ。これマジ出るよ。ミヤシジムみたいになってきたもん。さあ、ということでございまして、今日は、ココイチの15辛を食べました。うん、初めてです。うん、これすごい。ココイチが美味しいよね。ココイチでも美味しい。はい。それでまだ食べてますけども、うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。